城南大学考古学研究室の研究員たちは頻発する地震の影響で発見された古代遺跡の調査を行っていた。そしてその中にあの吉井ゆかりの姿もあった。吉井君、運ぶの手伝ってよ。これ不思議な音が聞こえるんですけど。え？どれ？何も聞こえないけど。ちゃんと耳を澄ませてますか？空耳なんじゃないの？本当に聞こえるのにな。まもなく報告を受けたポイントです。何もないな。これは生命反応は感知されません。単なる石像みたいですね。一体誰がこんなところに。海に沈んだ古代都市の跡なのかもしれんな。古代都市？推測だ。まだまだ海底には未知の部分が多いからな。どうです、釣れますか？どうにも釣れんよ。わしの腕が落ちたのかな。まあ昔と違って海がどんどん汚れてるからな。海の神様が怒ってるのかもしれん。どうぞ。土井垣隊員がいないと妙に静かですね。今頃美味しい魚をたくさん釣って食べてるんだろうな。でも最近じゃ魚もなかなか釣れないみたいよ。そうだな。世界各国でも海洋汚染の影響が広がり、年々海の生態系が変わってるという報告もあるしな。海がどんどん汚れているんですね。もしもし。あ、吉井ちゃん。今どこにいるの？あれ？吉井ちゃん、ここで何してんの？釣られてるとこです。明らかに人工的に作られたものだろうな。でもこの造形様式は世界のどの文明のものとも微妙に異なっています。あたりも調べましたが文明の痕跡はありませんでした。土井垣、特別休暇のはずだろう。休日返上で頼まれ事です。やんなっちゃうよな。頼まれ事って吉井さんですか？どうして？わかるぞ。おしゃれな服着てるし、いつもはダッサダサのジャージですしね。ねえ、やんなっちゃう。むっちゃうね、ジャージさん。悪かったね、ダサダサで。で、お前今から行くの？いや、明日だけど。じゃあなんで今からそんなもん着てんだよ。城南大学ですよね。キャップ、僕も一緒に行っていいですか？はい、
そうだな、俺たちでも調べてみるが、頼むとするか。はい。よしちゃん、危ないよ。早く、早く研究室へ。ちょ、本当大変なんですよ。自分で石板を解析したんですけど、研究室のソフトだと全部を解析することができなかったんです。でももしこれが何かの警告だったら大変なことです。海の番人が復活。これ見てください。この石像はどこで？オトブエ海岸沖の海中で発見したんです。この石板が発見されたのもオトブエ海岸なんです。じゃあこの石像が海の番人。あの石像が海の番人だというのか。今土井明さんが詳しい解析をしてます。よし、解析が終わり次第報告してくれ。了解。土井明さん、吉井さんが困ってるからって休暇を切り上げて帰ってきたんですよね。ごめんなさい。科学者として発明した解析ソフトを試してみたかったし、ね、ありがとう土井明さん。これ綺麗ですね。あ、石板の解析で忘れてました。土井垣さんにお願いしようと思ったのはこの貝の方なんです。忘れてましたってよしちゃんらしいよね。お、できた。美しき海、汚されし時、偉大なる海の番人、復活を遂げん。かの神怒りもて、海を汚せし者を焼き払い、滅亡へと追い込まん。土井垣さん。僕が戻って、キャップに報告します。頼んだぞ。はい。これが石板に書かれている言葉です。焼き払って滅亡に追い込む。海を汚した罰ってわけか。石像のエネルギー値が増大中。スラブ、フーギー、シーダイバーで出動。了解。できた。白き心を持つ選ばれし者よ、この音色を聞きしとき、貝を流星の石に収め、海の神の怒りを鎮めよ。白き心を持つ者、地上にある限り、汚されし海、青き光取り戻さん。我らそれを信じ、この貝を託す。これは何なんだ。この石は一体どこに。何年か前、オトブエ海岸の近くで石を調べたことがあります。太古の昔に落下した隕石だって言われていて、でも中央に明らかに人工的に掘られたくぼみがあったんですけど、誰が掘ったのか謎のままだったんです。じゃあそれが流星の石。私なんかすごく嫌な予感がします。
石板のメッセージは本当なんでしょうか。今の人類は警告されても仕方ないのかもしれない。海の番人の怒りを沈めに行きましょう。ほう。私今日だけチームアイズの臨時隊員になります。は土井垣隊員出動しますよ。エネルギー値計測不能、海の番人が復活しました。石板に書いてあることは本当だったのか。吹雪、石像が実体化した、急いでくれ。了解、捕まっててください。俺たちも出動するぞ。はい。土井垣、石像が実体化した、直ちにトレジャーベースに戻ってくれ。もしかしたらあの石像の怒りを沈められるかもしれません。キャップ、僕らに任せてもらえませんか。お願いします。分かった、だが無茶だけはするなよ。はい、感謝します。こいつが海の番人。なめんなよ。圧です。知恵は絶対活かせるだ。了解。頼む、暴れないでくれ。おとなしく海へ帰ってくれ。Thank you.
がゆかりを守る。絶対に守ってみせる。謎は解けた。この回逆さまにはまってる。逆さまですか？綺麗ですね。もしかして
海の神様は私たちにこれを見せたかったのかもしれませんね。よしちゃん、もうゆかりって呼んでくれないんですか？僕ゆかりって呼んだ？覚えてないんですか？嬉しかったのにな。力で誰もがまた争う。謎の隕石に導かれ、奇妙な館に人々が集まる。おとり捜査に踏み込んだ忍に危険が。巨大怪獣ラグストーンの挑戦。やがてコントロールされる人類、この星は支配されてしまうのか。次回ウルトラマンコスモス魔法の石。何？レイバスター光線が効かない。